はい、大竹です。というわけでおはようございます。今回はですね、タイトルにもある通り病気の件についてというか、あの1年に1回、まあ僕のね視聴者ならわかると思うんですけども、3、4年ぐらい前に人間ドックを受けて、その時に脳に異常が見つかって、それがなんかコブなんよ。小さいコブが脳に見つかって、それがね未破裂脳動脈瘤っていう、もので、とりあえず経過観察っていう感じになってるんで、毎年この年末の12月の時期になったら定期検診しに行って、そのコブが大きくなってないかどうかっていうことをね MRI で検査しに行くっていうのをやってるんですけども、今年もまあその時期がやってきたという、まあこれを見る頃はもう本当に毎年みんな、ああもう年のせいやなみたいな感じに思ってくれてるとは思うよね。多分もうこれ2年連続ぐらいでやってるから、まあね、なんか気持ち的に年のせい年末にやった方がなんか気持ちよく2024年来年を迎えれるなっていう、今年頑張ったなっていうなんか感覚にもなるというか、なんか先生的なんかね、半年に1回とかするべきみたいな感じのことも言われてたんけど、まあ、だんだんそのコブがそんなに大きくなってなかったら1年に1回でも大丈夫っていう風になってるんで、でそのコブが破裂するのをくも膜下出血っていうみんながよく聞く病気なんで、それになったらね、死亡の確率がねほぼね8割9割って言われてるから、ちょっとそれにならないようにっていう感じで、はい、とりあえず診察していきましょう。でね、MRI って結構その予約取るのに時間がかかるっぽいねんけど、まあ俺は1年に1回なんで、1年前にすでに予約を取ってるっていう、なんかそういう感じの流れなんよね、毎年。てか早すぎん？これをしたんがもう1年前やで。それがやばい。そして俺は昔病院に働いてたっていう話をよくしてんねんけど、まあ病院に来たらそういうことを思い出しますね。まあ、俺が働いてたのはね、真夜中の病院やったから、深夜夜勤病院やったから、ちょっとやっぱ深夜に働いてる時の病院の雰囲気と昼間の病院の雰囲気って違うね、また。はい、ないですか。そうですね、特に目は見えない。特に最近なんならちょっと元気ぐらい、前より体力出てきたぐらいですね。この中で2ミリぐらいにして、サイズは変わりなさそうですね。で他の場所に動脈瘤ができてないかどうかということも一応見たんですが、はい、できる様子はあります。はい、脳の中、例えば脳出血、脳梗塞、それから動脈瘤があるとくも膜下出血を起こす可能性がある。くも膜下出血を起こした形跡はないかということを見させてください。まあ、でも大きさ的にそこまで大きくなってないなら、10年後でもまあ経過観察でもいけてる可能性の方が大きいですかね、今の。大きいけど破れないわけではない。ああ、なるほど。破れる可能性は非常に低いけども破れないわけではない。まあ、絶対はないってことですもんね。だからその12月もこれぐらいの時期がいいかな。まあ、じゃあ、はい、お願いします。はい、というわけで今日、1年に1回の MRI 検査を終えて無事何もなかったということで、まあ、1年に1回のこの年の瀬の恒例行事的な感じでね、まあ、その後にちょっとご飯行こうかみたいな、でこのまま社員と忘年会みたいな感じやねんけど、よかったな。でもほんまに、おい、なんかいつもこの動画で1年振り返ってるイメージあるわ。そうやね、1年前やもんね、ちょうどね。そう、よかった、本当によかった。もういつもなんかヒヤヒヤする、聞くまで。口の勘です。まあでも無事にな、1年を乗り越えるっていうだけでもやっぱ大変やからね、そもそも。まあ YouTube もそうだけど、ああほんまやね、そもそも生きるっていうこと自体が1年って割と長くない、大変じゃないって思うけど、うん、何もね、無事に病気も事故もなくやし、そうありがたいことやね。そう、ちなみに俺はそのこの脳の病気になってから、うん、なんならそのさっきも言ったけどちょっと体力上がってるけどね。だって それぐらいから毎日動画投稿始めて、ね、今年とか多分一回も風邪もひいてないし怪我もしてないし、そう兄弟の中で一番元気かもね。なんだろうな、人ってこう追い込まれた方が力発揮できるじゃないけど、なんか倒れてる場合じゃないみたいな、なんかそんな感覚なんかな。うん、無意識になんか言うやん、人って脳のなんか数パーセントしか使えてないみたいな。あ、そうなのらしいよ。なんか、まあ、カジバのクソジュッカラみたいな感じでさ、あーもう頑張らなみたいな、そうそうそう、あるかもしれへんなと思って。でも結構自分他の動画でさ1年振り返ってるけどさ、まあじゃあおかん的にその竹焼ショーを母親目線で見ててどうやった、1年間見てて。1年間見てて2023、ふわっと、あこの1年間、うん、なんか1年間変われへんよね、あんたってね。
一緒。よくないやん、そこ。なんで、このおかん。なんかやっぱり順調に大きくなっていってくれてるんかなって。あ、そういう感覚を感じる？感じる感じる。あ、じゃあよかったわ。うん。現状維持はやっぱこう衰退っていうイメージがあるからさ。そうだ、変わってなんかこう少しでも大きくなってるっていうふうに思ってくれてんやったらいいけどね。うんうん。なんかもういろいろこう言われたりもするよ。あ、そうなんよ。うん、まあ、あるから。なんで？いや、もう翔くん頑張ってるね、すごいねとかって。あとは彼女が結婚した。そうなん？うざ。言ってな。いやマジ嫉妬するからな。教えてな。いますこんな母親が嫉妬するって。そんな彼女目線で見てないよ。そっかそっか。大丈夫大丈夫。だってあんま言ってないけどさ、はい、多分自分って世のその息子に比べておかんに対してめちゃくちゃ優しくない？ああ優しいと思うよ。それも言われるんよ。優しいよなって言っていいなって言われるよ、友達とかに。いやだから本当にそれこそ彼女に対するぐらい優しくしてるよな。ああと思うけどな。まあだから将来結婚したらこんな感じに優しくするのかなぐらいの。そうやな、いい旦那さんにはなるやろなっていうのはそれは思う。なんかもうじゃあ1年間お疲れ様でした、じゃあ脳の検査も良かったですね、ご飯食べに行きましょうって言ってご飯食べに行ったお会計絶対自分やもんな。ごちそうさまです。はい、ということで、とりあえず2023年お疲れ様ということで、今年は、社員とともに4人で、まあ、この会社の忘年会をやっていきたいと思います。はい、まあ、とりあえずお疲れ様っていう、はい、乾杯。お疲れ様です。無事ね、結果も良かった。いや良かったです。あ、そうですね。はい、毎年ちょっとこの時期になったら不安になるというか。そんな気にしてないけど、いい？そう。と本人が。いやだからまあ言うてそんな緊急性のあるもんじゃないというか、2年3年ぐらい経過観察でそんなに悪くもないから、まあ、まあ大丈夫かなーっていう感じで、まあ、1年に1回ねこの動画撮ってるから、去年もな同じような感じで確か淡路島か。がなんかね、忘年会して泊まりやったんや。そう、泊まり。へぇ、民宿みたいな。そう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 、めっちゃ寒い民宿みたいなとこ。思いました。今年は、まあ、1人増えて、はい、いや、ほんま、すぐ増えるなんて思ったものだったもんな。あ、うん、去年の今から話してたもん。いつこの編集が終われへんっていう地獄から抜け出せんやろなみたいな話よくしてて。してたよな。いや、光が見えへんなんか闇を走り続けてみたいな感じだったもんな。そうそうそう。思い出した、このぐらいの時期かな、ふとほんまになんか、いや、あかん気がするって言うと覚えてる。人数、人のことやんな。そう、ふとほんま、あかん気がする、今すぐ入れようって言って、速攻探し始めて1ヶ月以内ぐらいやったから。いや、スピーディーやったな。スピードが速かったよ。多分12月ぐらいだな、話した、うん、で、話したのが1月で、もう入ったら2月とかや。そうですね。そんな感じで、私もちょっと違う感じで、まあ忘年会なんですけど。めちゃくちゃ腹減ってんだろうな、2人とも。こっち2人は撮影してきてるからね。ああ、そうやね。おもろいな。撮影組、編集組。編集組で分かれて。正直言ったら、昨日も来てるから。あ、どうも。一人で。一人で。ジム終わりに。あ、そうなんや。そうなんや。一人の時ってお酒飲むの？昨日は飲んだ。まあいいかなみたいな。結局何してか分からんけどな。体動かしてるのそらとして。体動かしてるからこそいいかなぐらい。あ、はい、ガチぼっち飯か。ガチぼっち。ガチぼっちや。いやそうだから。ジム終わりは行ったら、なんか美味しいもの食えるから、なんかジムも楽しくなるかなみたいなマインドでやってるので、今日どうしようかなと思ったら、ここ行きたいですって言ったら、はい、まあ、なるほどね。今日じゃあやろうかって言ったら、兄は明日4時から飲むって言うし、何それ飲むんだよね。グレープフルーツジュース。飲むしたら神なんでね、お酒を。あ、そうか。少しでも残るの野菜4時間。そう、ゴルフ。そうそう、ゴルフ。うん、なんか10時間なし。完全に抜け切るの。完全に抜け切るのね。ちょっと、あ、ダメだね。証拠動画になっちゃうもんね。チョウさん、ゴルフ再開しないでしょ。いや、やろうって話をしてます。あ、そうなんですね。それこそ2024はもうそんな喋ってた。商店一人も行ってるよ、もう。美味しかった。ちなみに昨日これ一人で食った。2023
はどうやった？その結構一人の動画って喋ってるからさ、俺はこんな年なんだね。逆にそのみんな側の意見としてどうやったのかなと思って、2023って。いやまあそれこそ幸喜くんが入って、まあ、こう会社としてもチャンネルとしてもこう成長した年やったんじゃないかなと思う。確かに変化やね。いや僕はもう何もかもが新しい。あ、そっか。はい、そうやった。一瞬ですね。早かったっけ？一瞬っすよ。でも確かにコウキ君が来てからめっちゃ一瞬っすよ。3年くらいおる感じやもん。確かに。ベテランだったらそうや。まだ1年未満なんやっていうのに驚きめっちゃ変な感じ。だって行こう、行こうって。行こうって行こう。仕事もできてるし。逆に、今日は今年1年を漢字一文字で表す。漢字一文字？漢字一文字。NHK でやってるさ、お寺の何やろな、一貫した文字感じたもん。あ、むずいな、感じた文字か。章お、どの章？たげ焼き章の章。お、飛ぶ？そう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 。そのあれはまあ、飛ぼうとしたっていう、ちゃんと挑戦はした一年やったかなっていう。まあでもその結果、なのな、もうちょっと大きい変化があってもいいかなと思うんですけど、飛ぼうと思って飛べきれずみたいな。ああ、はい、守りじゃないけど、飛躍しようと思って逆に守っちゃったみたいな、その今のチームを。っていう感覚やから、来年はもっとこう変化を恐れず、なんかこういろいろ挑戦していきたいですね。楽しみ、本当に。まあ、YouTube 以外の仕事で、まあ YouTube、まあどっちも YouTube 以外もそうだし、YouTube も、なんかもうほんまに、あ、とりあえずこの1年変わったなっていう。でもまあ A 面で言えば、なんか同じようなことも協力したおかげで新しい仕事が入ってきたりとか、それこそ。CM とかそうだね。あ、確かに。まや。あと吉村知事とか。はい。なんか YouTube が仕事めっちゃ増えたってイメージだったな。講演会とか。ああ。専門学校とかでな。そう、イオンモールとか。まあありがたい話ですけど。視聴者さんにも回答しようよ、コメントに。ずっとそれ言ってるよ。たまにさ。編集者あるんだってさ、素材をさ、こう一個一個見ていく時間あるやん。で、ほんまに、大体まあ10分とか5分ぐらい。何?5秒ぐらいの素材で、シャミちゃんが最後、発狂するっていう素材。なんか、フリーンっていう。あるある。うわ、あれみたいな。そのオープニングじゃない。3回連続されてて、オッケー、えぐっと。バリエーション上がってた。え、それも送ってる？送ってる、送ってます。それ送らないようにしてる。だから毎回切ってんのちゃんと。視聴者に伝わるやろ。あれじゃん。ヘミウィンにしてる。分からん人大切にすると、なんか一回それでギア上げるみたいな。ギア上げてるんですか。ギア上げてます。会食違ったわ。皆さん、本日で大きい仕事が終了しました。そう、いつも年末に出している TikTok の撮影が、 TikTok メドレーの撮影が本日、さっき、ただヘミグウェイ実際の映像流れてるのかな。ボツ素材がね、ボツ素材が視聴者見ることないもん。ないない。あ、そっか、あれみんな知ってんねや。知ってるよ。知ってますよ。ここだけと思ってた。確かに、あれ持ってんねや。いや、でも今年はモッチが増えたら視聴者撮影がめっちゃ増えた。ああ、そうなんすね。視聴者撮影なんかありえんかったもんな、結構前なんです。そうじゃない、だって2022とかだってほとんど東京とかも一緒にいてって感じだったよ。多分ね、去年の動向とも半分以下になったと思う。マジっすか。そうやな。ひろちゃんだから、なんでやるか思ってると思うんだよな。はい、なんかすぐが多くなっちゃうみたいな。あれがきっかけじゃない。奥さんが入信してた時。あー、へー。それがきっかけで、ほんまに一瞬行く予定やった僕がなくなってんな。そう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 、それが一人になったよ。じゃあ、撮影して、その素材を送るやん。はい。じゃあ、本来、撮影どこやった予定のものが、編集になる。はい。めちゃくちゃストックができるようになって。なるほど。効率が良くなって。思い出したわ。俺が大変な代わりに、効率が良くなって、その、公開スケジュールっていう意味じゃ。これはええわって。ほんで、プラス、ショーが一人になった動画伸びたんよ。いや、伸びたな。いらんやん。そうそうそう。悲しいこと言うなよ。いやー。
そうやね、確かそうやね、それが始まりやね。不安なんだよな、人にとってから何が面白いかどうかが。いや、だからそのちゃんといけてんのかなみたいな、そういうとかも聞いたもんな。おもろい、あー、何ですか、おもろい、あるある、わからんくなるんだよ、ほんまに。で、なんかひたすら何、仏像見るみたいな動画やったから、大丈夫かなと思いながら撮ってて、ディズニーランドのなんか2倍ぐらいの敷地のところに の, あの宗教をモチーフにしたテーマパークみたいな、あ、そうなんですね。それは一人で行ったんですよ。しかも愛知県で。逆に翔さんが絶対に一人でできひんかみたいなことあるんですか。いや、でもそれで言ったら飲食店のカウンターとかきついかも。あ、そうなんですね。飲食店のカウンター席って喋られへんのよ、雰囲気的に。なんか横のお客さんの迷惑にもなるし、でも会話っていう形やったら一人おれば喋れるみたいな、こうやんな、これ美味しいよなとか喋れるんだけど、一人でこことかにおるわけよ、カウンターの横のお客さんが、ここにじゃあ他のお客さんがおったとした状態で俺が動画撮ってたとして、てかさ、みんな聞いてやとか言われるくない？怖い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 。聞いてや、この前さ、俺こういうことがあってさ、質問コーナーやっていきましょうみたいな、みんな当たり前のように見てるかもしれんけど、こう、あたおかやからそう、あたおかやってことであんなことやってだから、それが誰かおったら成立するけど、カウンターで、しかも横との席が近い時はやっぱりきついから、ナレーションとかになる、最近は。ナレーションまた人気ないな。いや、嫌なのナレーション嫌だ。翔が自分で編集しなあかんから。そうだね、そナレーションの時ってあれ、俺が全部編集してるか、声も入れて、それから終わってからもまだ撮影続いてるみたいな。なるほど。で、タイミングとか間とかも俺全部カットした状態で送ってるやん、はい、それめっちゃ大変だな。確かに。いや、したくないあ、でも何でも一人でできるようになってきてるからな、ほんま。そうやな、遊園地も行くな。大人版一人でできるもん。パチンコも最初は兄ちゃんと一緒に二人で行ってたけど、途中から一人で行くようになった。ああ、数日間生活の時は。そうそうそう。一人で打てるもん。何面白い。めっちゃ嬉しそう。なんかおもろいこと言ったみたいな。一人で打てるもん。何もう一回言おう。行きます。ブリ大根は嬉しそう。全然持ってへんもん。あ、なんか自分が編集した動画でめっちゃ詰められてたな。え、絶対爆笑したよ。絶対爆笑した。その3人のやりとりで大爆笑した。大爆笑した。こうやって言ってたけど、あの、こうやって動画の時に兄も出へんやって言ってるけど、心は笑ってない。全然心は笑ってない。顔も笑ってるけど、心全然笑ってない。言ってたら生きる車で言われてる。そうだね。ちゃんと気づいてる。無理大根やな。無理大根めちゃくちゃうまい。うまっ。うん、うまっ。だからごめんごめん、確かに兄をいじる形になったから。逆に3人が思う、いじりじゃないけど変えてほしいこと、不満に思ってることみたいな。ああ、確かにそれは変えるべきやなっていうことを。なるほどね。あえて言っていい。ええ、いいよ。同行しとって、はい、ちょっと今から取り語りみたいな感じで、うん、視聴者に向かってちょっと話すわみたいな。あ、分かった、じゃあちょっと話、やっとってみたいな、うん、で言ってる時に10秒後ぐらいに相づちをこっちに言ってきた時に、まあ、一人でやってるからちょっと黙っとこうと思って黙ったら、あ、なんで黙る？ガチなやつ。反応してや。ガチなやつ。今日もありましたね。ガチか。自分のなんか中のルールでは、そう言いつつ目を見てあいつした時だけは反応してってこう。そうなの。それ早すぎたんだよ。誰が一番手の声？お前編集してて。ああ、でもやっぱまあ長年の兄じゃない？コウキ君全然いいけど、コウキ君の相づちは敬語やから、はい、なるほど、なるほどですねとか、なんか芦田愛菜みたいな。いや、でもうちはその社員とあとマネージャーとか運営とかも含めてるんだけど、まあ上に上田さんっていうマネージャーがはいはい、そう、まあ動画たまになんか出てる、前言ったんですけど、いろいろ音楽とか見てくれてる、まあちょっと女性やけど仕事できるからだと、ちょっと怖い、はい、感じの雰囲気もあるやん。はい、そんな上田さんがこの前天の声の話してて、あれがいいみたいな話した時に、あれいいよねみたいな話してて、まあ、翼と空気はもう使えないけどね。違う、違うなこと言ってる。違うなこと言ってる。
あの二人はダメだろう。あれ天の声自信あったのにな。小木くんはまあまあまだその中でも頑張って言ってたけど、はい、諏訪さんはダメだろう。一番ダメ。一番ダメ。そうだよ。そうなんや。まあそれぞれの良さがあるからね。まあ少々見る側もね、どれがいいかっていうのか。まあそんな感じで、まあそうですね、2023年お疲れ様でしたという、まあ、結構いろんな動画でお疲れ様でしたって話はしてるけど、まあでもこのね、全員揃ってっていうのはなかなかなかったんで、まあ本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。もっと躍進できるように、さっきも言ったんですけど、まあ大きい変化を加えないと大きい躍進はないと思ってるんで、恐れずにね、どんどんどんなことに挑戦していきたいなと。2023は2023で多分必要な年だと思う。土台を固めてというか、それこそさっきも言ったけど、新しい仕事をいろいろいただけたのが、それこそ10年目だったからね。おー、そっちで。来年は11年目で、まあ、さらに、まあ、ここで現状を維持というか、その満足せずに新しい活躍をしていればなと思うので、皆さん、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じで、2023年社員忘年会、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。2024頑張りましょう。はい、はい、じゃあそんな感じで、皆さん、この動画がいいと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。人はいないみたい。